いや難しかったですね、なんかなんかやっぱりあの なんですかね、ちょっと人間っぽさが出ちゃうんで、そこを消すのが難しかったですけど、まああんな感じで手が長くなるようにあの機材使ったりとかして演じるのはまあちょっと得意な感じですね。藤岡さんがすごい的確に教えてくれるんで、なんとかそれで。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。